のまあグラフを見ていただいてもいいしそれからまあ我々の実感でもそうなんですけれどもまあがんがですね我々がまあ早く撲滅しなきゃいけないと言ってるがんがですねもう全然そんな騒ぎではないんですよね。特にまあ肺がんとタバコの関係は私がこのブログでも随分書いておりますけれども2000年ぐらいには相当そのコの,の禁煙運動が盛んあの 成功を収めてですね、まあ、1980年ぐらいから始まっていましたから、まあ、20年ぐらい経って喫煙率も随分減りそれから喫煙場所も限定されてきてですねそれからもう25年経ってるんですがあ15年経ってるんですけどもうなぎ登りというぐらい肺がんの量が数が増えてんですね。でまあこれはあの年齢の,おかげあのためだとかですね それから長期間吸ってる人がタバコやめたけれども、えー、また復活してるあの復活じゃなくてそ,そういう人の肺がなってるんだっていうんでそういう整理を私してみましたがもう全然それからまあ,あの割合と食品なんかもですねかなり改善されてきましたしそれからあの、まあ、胃とか大腸なんかについてもです食道関係もですね随分ぶん いろんな対策が打たれてきてきのの中の発がん性物質はほとんどもう排除されましたなのになぜこんな勢いでがんが増えてるのかと、まあ、いうことについてはですね私はやっぱりなんか研究費が入るから、えー、みんなで肺がんはタバコ肺がんのもとだとかですねまあそういうことを言ってるんじゃなくてもっとやっぱり現実の身のあるですね えことを考えななきゃいけないしまあ,あの我々もいろいろ工業でですねまあがんのもとになるようなものを作ったりそれから年の生活もですねまあ自然から離れていていろんなことがありますね。しかしまあ,あの例えばこういうことに対してですねすぐ反論があるのは年齢や年取ったまで生きていくからとかっていった話がありますけどそういう反論をする人はですねぜひですねご自分で。 えー、年齢補正というものの計算をコツコツやっていただいたらですね年齢なんかでは全く説明できないほどがん、まあ、が多いと、まあ、いうことに気が付かれるんじゃないかと思うんですね。えー、特に私が言っててみんなのが品種買ってるんですけどタバコと肺がんは関係がないとあのタバコの煙はですね若干の発ん性を持ってるんですよそれは持ってるんんですねそれに対してて私が文句言ってんじゃないんですね。 ええと発がん物質っていうのはこの世の中に必要なんですよね。私たちの体っていうのは無菌状態で生活するとますぐ肺炎とか風邪とか、いろんな胃腸の病気で死んでしまうわけですね。私たちの取り巻く環境っていうのはえー、バイ菌もいるし、ウイルスもいるし、細菌ウイルス有毒物。それからがんの元。こういうのがもう身の回りにいるんですね。それとの間の。 関係で我々は実は生きてるんですよ。生きてるという事態がですね。極端に言えばウイルスがいて細菌がいて発がん物質がないと我々は生きることができないと言ってもいいぐらい。相互の関係というのは非常に強いんですね。そこでですね。ええー、と、今まで発が癌。例えばがんの撲滅が言われ始めたのは、このグラフの1975年ぐらいですよ。だからちょうどこのグラフはいいのは？ みんなががんに注目したときぐらいからね、いろいろ急激に食品中の発がん物質を除いたり、それから今ではまあ工場とか研究所で使う薬なんかについてもですね、もうどん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 発がん性を減らしていってるわけですね。でついに最後のものが民間のタバコなんですよ。そうすると我々の身の回りから発がん物質がどんどんなくなって、 いわば私は無菌状態のようなものに入ってるんじゃないかそこでですね結局自発性のがんみたいなものがですね止められなくなってきてる、えー、我々の体にはですねこの前 TNF 血液の中の TNF は自分がこう研究の一端を担ったものですからいつもそれを一応出してるんですけどもがん、えー、を止める薬ああの体の反応っていうのはもう多種多様にわたるわけですね。 免疫細胞とかそういったものもあるしあるいは白血球みたいなものも少し寄与するしそれから TNF のような非常に激烈な、まあ、あの化合物も体の中にあるわけでそれらが全て明らかになってるわけじゃないんですね。ところが我々がよくわかるのは科学っていうのはですね一つ一つのことを、まあ、還元的っていうんですけど要素ごとに分けて検討するというのが一つと。 それかから総合的に見見見ててどうかっていうっいいいののを見るのが2つななきゃいけないわけわですね。私がよく言ってるコレステロールとか血圧なんかもそうですけどもコレステロール減らしていいとか血圧減らした方がいいっていうのは非非常に偏った非科学的考え方なんですよね。もちろん血圧は高い方が栄養も酸素も病原菌を殺す白血球なんかとかがんを殺すやつも送ることができるしかし一方血圧が高ければ血管が破れることもある。 じゃ血管が破れないように血圧を下げると今度体の中に行き渡る酸素とかそういうのが不足する。まあ、酸素が不足するとがんが増えると言っているがんの専門のお医者さんは多いんですよね。だから血圧をを下げるこことが,がんを増やすすだとこれデータもありますねそれから、えー、酸素がそれは不足するかもしれませんね。それともがん壊神シのようなですねがんの抑制の あものがです、ね、血液であの運,び運ばれないからかもしれませんそれからタバコもそうで私がタバコ吸った方がどうも肺がんが少ないんじゃないかと言ってるのも理屈があってですねタバコの煙自身には発がん性がありますがトータルとしてがんの数を減らすというのが目的であって別にタバコを撲滅するというのは意味がないことなんですよね。タバコにには別に我々恨,恨みがないわけで がんのもとしてるわけですがの元っていうのは完全に取っていいのかどのくらいが適切なのかってわのは分からないんですね。まあ、その意味で私は、まあ、今血圧を下げる運動をしてる人とかそれからタバコの煙を副流煙、特に副流炎ですねをなくそうとしてる人たちは、まあ、極端に言えば他人を死に追いやってるっていう可能性あるんですよ。つまり科学というのはですね力を持ってますからね。 生半可な知識とか自分であまり整理をせずに何か取りつかれたように例えばタバコを除いたらいいとか辛いものをやめた方がいいとかっていった場合ですねある人にはそれがいいかもしれませんが人類全体というか日本人全体にとっては死亡率を増やすつまりある意味での間接殺人になることがあるんですよね。ですから我々科学者はかなり慎重であってですねそうも考えられますがと。 というような表現をするのはですねとにもなおさず科学、えー、というのがそれほど危険なものである便利なものであるとともに危険なものであるということを示してるわけですね。私はまだ全然これもデータははっきりしておりませんが女性の肺がんと女性の乳がんが増えてきてるのはタバコを夫が吸わないからじゃないかっていう感じもするんですね。でその他にま精神的なな疾患なんかも あるいはねタバコとかそういうものの運動が非常に行き過ぎますとね人に大きなストレスを与えることになりますもちろんストレスががんにしても精神的な疾患にしても一般的な病気にしても多いということはまあ間違いないわけですねその簡単に言えばお風呂の温度なんかもそうなんですねお風呂の温度が高ければそしてお風呂があの気温がお風呂の部屋の温度が低ければ 低い温度から高いお風呂に入るわけですから血圧の変動が激しくてあるいはえまあいろんな血管血液病の血液関係の病気になるしかし一方ですねえ体の免疫を司る NK 細胞と言われるまあ研究が随分行われておりますけどもえそ,ういうそれを活性化するのは42 43とか43度がいい体温もまあ36度5分ぐらいは欲しい3分ぐらいは欲しいと言われるわけですね。 ですからこれも熱い風呂がいいかぬるい風呂がいいかっていうのもですね両方から考えなきゃいけないんで、えー、と血管の病気だけをを心配して温度を下げたらですねやっぱり免疫系が落ちるわけです、ね、この,のこの利閉率って言いますかね罹患率って言うんですね罹患率のグラフを見てですね1975年ぐらいから始まった私たち日本社会のがん撲滅運動っていうのは。 なぜこんなことになっちゃったのかと、癌撲滅と言いながらものすごい勢いで増えていると、このことをですね、真正面から見る勇気とやっぱり科学的誠実さ、これをぜひですね、関係の方を中心にもう一回考え直してもらいたいと私は思っておりますくらいですよ。だからちょうどこのグラフはいいのはみんなが癌に注目した時ぐらいからね。 いいろいろ急激に食品中の発がん物質を除いたりそれから今ではまあ工場とか研究所で使う薬なんかについてもですねどん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 発がん性を減らしていってるわけですねでついに最後のもののもが民間タバコなんですよそうすると我々の身の回りから発がん物質がどんどんなくなっていわば私は無菌状態のようなものに入ってるんじゃないかそこでですね 結局自発性のがんみたいなものがですね止められなくなってきてる、えー、我々の体にはですねこの前 TNF 血液の中の TNF は自分がこう研究の一端を担ったものですからいつもそれを一応出してるんですけども、えー、とがんを止める薬あの体の反応っていうのはもう多種多様にわたるわけですね。免疫細胞とかそういったものもあるしあるいは白血球みたいなものも少し寄与するし。 それから TNF のような非常に激烈な、まあ、あの化合物も体の中にあるわけでそれらが全て明らかになってるわけじゃないんですね。ところが我々がよく分かるのは科学っていうのはですね一つ一つのことを、まあ、還元的っていうんですけど要素ごとに分けて検討するというのが一つとそれから総合的に見てどうかっていうのを見るのが2つ見なきゃいけないわけですね。私がよく言ってるコレストロールとかか血圧なんかもも、そうですけども コレステロール減らしていいとか血圧減らした方がいいっていうのは非常に偏った非科学的考え方なんですよねもちろん血圧は高い方が栄養も酸素も病原菌を殺す白血球なんかとかがんを殺すやつも送ることができるしかし一方血圧が高ければ血管が破れることもあるじゃあ血管が破れないように血圧を下げると今度体の中に行き渡る酸素とかそういうのが不足する、まあ、酸素が不足すると 癌が,が増えると言っているがんの専門のお医者さんは多いんですよね。だから、血圧を下げることが癌を増やすんだと、これデータもありますね。それから、えー、酸素がそれは不足するかかもしれませんね。それともがん s ン c のようなですね。がんの抑制のものがですね。血液で測あの運び運ばれないからかもしれません。 それからタバコもそうで私がタバコ吸った方がどうも肺がんが少ないんじゃないかと言ってるのも理屈があってですねタバコの煙自身には発がん性がありますがトータルとしてがんの数を減らすというのが目的であって別にタバコを撲滅するというのは意味がないことなんですよねタバコの辺は別に我々恨みがないわけでがんの元を取ろうとしてるわけですが,がんの元っていうのは完全に取っていいのか。 どののくららいいが適切ななかかっての分からないんですね。その意味では高い方が栄養も酸素も病原菌を殺す白血球なんかとかがんを殺すやつも送ることができるしかし一方血圧が高ければ血管が破れることもあるじゃあ血管が破れないように血圧を下げると今度体の中に行き渡る酸素とかそういうのが不足する、まあ、酸素が不足するとがんが増えると言っているがんの専門の お医者さんんは多いんですよねだから血圧をを下げるこことが,がんを増やすすだこれデータもありますねそれから、えー、酸素がそれは不足するからかもしれませんねそれともがん壊死因のようなですねがんの抑制のものがですね血液でるあの運,び運ばれないからかもしれませんそれからタバコもそうで私がタバコ吸った方がどうも肺がんが少ないんじゃないかと言ってるのも理屈があってですね タバコの煙自身には発がん性がありますが、トータルとして、がんの数を減らすというのが目的であって、別にタバコを撲滅するというのは意味がないことなんですよね。タバコには別に我々恨,恨みがないわけで、癌の元を取ろうとしてるわけです。がんの元というのは完全に取っていいのか、どのくらいが適切なのかっていうのはわからないんですね。まあ、その意味で私は、まあ、今血圧を下げる運動をしてる人とか、 それからタバコの煙を副流炎特に副流炎です、ね、をなくそうとしてる人たちは、まあ、極端に言えば他人を死に追いやってるっていう可能性あるんですよ。つまり科学というのはですね力を持ってますからね。生半可な知識とか自分であまり整理をせずに何か取り憑かれたように例えばタバコを除いたらいいとか辛いものをやめた方がいいとかっていった場合ですね ある人にはそれがいいかもしれませんが人類全体というか日本人全体にとっては死亡率を増やすつまりある意味での間接殺人になるることがあるんですよねですから我々科学者はかなり慎重であってですねそうも考えられますがというような表現をするのはですねとにもなおさず科学というのがそれほど危険なものである便利なものであるとともに危険なものであるということを示しているわけですね。 私はまだ全然これもデータははっきりしておりませんが女性の肺がんと女性の乳がんが増えてきているのはタバコを夫が吸わないからじゃないかっていう感じもするんですねでその他にも精神的な疾患なんかもあるいはねタバコとかそういうものの運動が非常に行き過ぎますとね人に大きなストレスを与えることになりますもちろんスストレスが、 がんにしても精神的な疾患にしても一般的な病気にしても多いということはま間違いないですねその簡単に言えばお風呂の温度なんかもそうなんですねお風呂の温度ががんに注目した時ぐらいからねいろいろ急激に食品中の発がん物質を除いたりそれから今ではまあ工場とか研究所で使う薬なんかについてもですねどん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 発がん性を減らしていってるわけですね ついに最後のものが民間のタバコなんですよ。そうすると我々の身の回りから発がん物質がどんどんなくなってい、まあ、わば私は無菌状態のようなものに入ってるんじゃないか。そこでですね結局自発性のがんみたいなものがですね止められなくなってきてる。えー、我々の体にはですねこの前 TNF、えー、血液の中の TNF は自分がこう研究の一端を担ったものですから。 いつもそれを一応出してるんですけども、えー、とを止めるる薬あの体のの反応というのは多多種多様にるわわたけですね免疫細胞とかそういったものもあるしあるいは白血球みたいなものも少し寄与するしそれから TNF のような非常に激烈な、まあ、あの化合物も体の中にあるわけでそれらが全て明らかになってるわけじゃないんですね。 ところが我々がよく分かるのは科学っていうのはですね一つ一つのことを、まあ、還元的っていうんですけど要素ごとに分けて検討するというのが一つとそれから総合的に見てどうかっていうのを見るのが二つ見なきゃいけないわけですね。私がよく言ってるコレステロールとか血圧なんかもそうですけどもコレステロール減らしていいとか血圧減らした方がいいっていうのは非常に偏った非科学的考え方なんですよね。もももちろん血圧は高い方が栄養も酸素も 病原菌をを殺殺すす白血球なんかとかととがんを殺すやつも送るることができるしかし一方血圧が高ければ血管が破れることもあるじゃあ血管が破れないように血圧を下げると今度体の中に行き渡る酸素とかそういうのが不足する、まあ、酸素が不足するとがんが増えると言っているがんんのの専門のお医者さんは多いんですよねだから血圧を下げることががんを増やすんだとこれデータもありますね。 それから、えー、酸素がそれは不足するからかもしれませんね。それともがん壊死因のようなですねがんの抑制のものがですね血液でるあの運び運ばれないからかもしれません。それからタバコもそうで私がタバコ吸った方がどうも肺がんが少ないんじゃないかと言ってるのも理屈があってですねタバコの煙自身には発がん性がありますがトータルとしてがん、えー、の数を減らすと。 いうのが目的であって別にタバコを撲滅するっていうのは意味がないことなんですよねタバコには別に我々は恨みがないわけで癌の元を取ろうとしてるわけですがの元っていうのは完全に取っていいのかどのくらいが適切なのかってわのはからないんですねその意味で私は、まあ、今血圧を下げる運動をしてる人とか